皆様ごきげんよう、案内人のワンダーです。今回はジョセフさんが10月1日に配信した、火曜日恒例の予言の7回目をご紹介します。2024年10月1日の予言。以前から警告していた東海岸の南部において、私は特にノースカロライナとサウスカロライナ、フロリダ、ジョージアを警戒していました。テネシーまでは口に出して警告しませんでしたが、その地域もまた嵐で大きな被害を出しました。それからアトランタの一部も被害に遭いましたが、そこもまたジョージアの延長上であり、ジェットコースターのような洪水に襲われました。私が思うにまた同じ進路で嵐が到来するとスピリットは語っています。きっとまた別の嵐がその経路でやってきます。どうか皆様光を抱いてその嵐がはぐれてくれることを祈りましょう。たとえ闇側が嵐を思うように操れる技術があったとしても私たちの祈りでそらすことができるのです。また嵐が東海岸のデラウェアからメーンに向かっているビジョンも見えます。特にニューヨークも巻き込まれ以前見たビジョンとも一致します。それは理にかなったお話で、闇側はニュージャージーでハリケーンサンディーを操っただけでなく今度はニューヨークシティに嵐を差し向けてくるでしょう。そこには不法移民がたくさんいて闇側が望むように投票させるかもしれません。そのように投票させるようにすでに準備しているのです。荒々しいお話です。ですがそのようなことは問題ではありません。すべては宇宙の創造主たる神が見ています。光を抱いて良い結果を思い描いていればきっとその夢は叶います。どうして連邦政府が大量の軍隊や州兵を中東に送っているのでしょうか。その一方でハリケーンヘレンが文字通り人々の命を奪っているのです。そして政府は何もしません。かなり時間が経ったのに何もしないのです。一体誰がフロリダに救援しているのでしょうか。フロリダはノースカロライナに救急救援隊を送りました。フロリダ州がそうしたのです。連邦政府ではありません。それまでに政府もそしてハリスも何もしていません。そして彼女は援助する素振りすら見せません。それにもかかわらず政府は我が国の男女や数十億ドルの資金を海外にばらまいているのです。そして我が国の政府がアメリカ人を侮辱しています。決して褒められたことではありません。私たちが払った血税で一体政府に何を期待できるのでしょうか。その税金で政府はやりたい放題やって国民を侮辱し全く気にもしません。そのような政府にもう人々の不満はとっくに限界を超えているのです。そしてさらに限界を超えた不満が膨れ上がります。残念なことにさらに多くの人道支援がやってきますが、西海岸にももっと強大なハリケーンが到来するでしょう。ロサンゼルスから海岸に沿ってオレゴンにまで到達します。大規模な土砂崩れや洪水がすぐにでもやってくる予言が今降りてきました。10月11日に大嵐が来るかどうか注意深く見守ってください。その日は11の日であり、もし上陸したら絶望的な事態になるかもしれません。ハリケーンサンディもそしてカトリーナも共に11の日に到来しました。8月29日と10月29日の出来事でした。29は数秘術で11の日であり、2と9を足せば数秘術で言う11になるからです。スピリットによれば10月は11日と29日そして31日に特に警戒してください。その時に嵐やハリケーンが皆様のところに向かってくるかもしれません。また以前予言した超新星爆発が空で見えるかもしれず10月9日の星の配置を見てください。できればそれについての動画を作りたいのですが、来週私はここにいません。多分ライブ配信をするかもしれませんが、来週は動画をアップすることはないでしょう。私も忙しい身ですが、どうかライブ配信するときは見ていただければと思います。octobernines.com というサイトについて私は動画を作りたいのですが、とても良い仕事をしています。
その1時間ほどのドキュメンタリーでは、あらゆる聖書や黙示録の予言について語っています。それは天空の星座の配置と整合しているのです。それはとてもしっくりくる内容で、10月9日は4人の騎士が現れる日であり、黙示録が天空に現れるのです。そのサイトと YouTube を見ていただければわかりますが、題名を忘れてしまいました。ただ10月9日と入力しただけではその動画に行き着くことはできません。octobernines.com のサイトに行っていただければその動画を見ることができます。そこで全てが視覚的にわかるようになっていますが、とても感動する内容でした。2016年に私はスピリットから、2025年から2032年が人類にとって最も困難な時代になるという啓示が降りてきました。それは2つの理由で受難のことを表していると思います。2025年は数秘術で9の年であり、一つの周期の終わりや死を表し、物事が取り去られるという意味があります。また2032年は数秘術で7の年で、2025年から2032年は7年間の期間となります。そのためスピリットの言う7年の受難の時代ということがわかるのです。その動画では10月9日が受難の始まりだと言っています。もちろん現在使われているカレンダーが不正確であることは知っていますし、実際1年は13ヶ月であり12ヶ月ではありません。ですので10月から12月にかけてのお話ですが、とても理にかなっています。10月9日から本格的に2025年が始まるのです。その動画を見ていただき、思ったことをコメント欄に書き込んでいただければ幸いです。私には完全に理解できました。私は2025年から始まるとお伝えしましたが、10月は来年を垣間見る月であることをご存知だと思います。10月は9の波動に包まれており、来年もまた9の年なのです。10月に起きたことは翌年に起こるお話なのです。ですので、そのような出来事が今起こるというのはとてもよくわかります。控えめに言っても興味深いお話です。特に今イスラエルとイランの間で起きていることもです。決して良いことではありません。どうかお祈りをして備蓄をしましょう。恐れることはありません。備えてみましょう。それこそが今必要なことなのです。それから緊急時に避難する道筋を確保しておきましょう。いかがでしょうか。ハリケーンの被害に何もしない政府。能登の地震のことを思い出しました。10月9日のビデオは翻訳できたらしてみたいと思います。こちらで配信できないお話や、審査に落ちて配信できなかった動画などはメディアブルで配信中です。概要欄にリンクがありますので、ぜひ一度訪れてみてください。今回の動画。気に入っていただけたらチャンネル登録、グッドボタン、コメントいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。